てかこれあれ俺がさワリオとなんチェンジのスター0枚とか言ったらもう完全に勝てんやったな。やっぱこのマリオパーティーっていうのはあれやな、この完全にハンディ戦とか無理やな。だって運ゲーだもん、運ゲーだもん、完全運ゲーじゃん。わお、おお、おい、いいね、ワリオ。ワリオいいね。あ、ワリオいいけど、1、2、3、4、5、やばいぞ、2マス ?2 マス前のスターのとこ行くんだよ、マジで。まあ、ほんとね、お願いね。ほんとお願いよ。取りすぎろ。お、2マス、いいね、お、いいね、めっちゃいいやん。よし、これが、俺1以外出なかったら全然良いよな。よーし、はい、20枚も、うわ、20枚もスターも両方ゲットやったのに、うわ、最悪やん。ワリオ1位でなんかな。次1位でなんかな、ワリオ。でもこのピーチも実は、こっちに来て、キノコを取って、で、また、土管行ってキノコ取ってっていうことはないね。はい、ありませんでした。可能性はあるもんな。キノコ取って土管でトーン、キノコ取って土管でトーンみたいなね。よし、穴掘りマリオ久々。よーし、いいよ。これはもう噛んでいく。これはね、この間はね、左下行ったから、今回上にあると思うんだよな。上にあったりしたら最高だよな。一発でさ、取ったらかっこいいよね。あ、もう、ああ、びっくりした。ヨッシンとかあるんだと思ったわ。あ、上だと?くぅ。下だと?あるやん、そこに。ピーチバカめ。よし、来た。予想は外れたけど、まあ、ラッキーラッキー。ヨッシーかわいそうやな。もうこの状態になったら絶対ヨッシー無理やもんな。わあ、まあ、ワリオしかし、ワリオ1だぜ、マジで。ワリオね、あのね、3でもいい。3でもいいよ。3でもいい。うわあ、もう、お前、マジで。次、キノコ左上に行くんだろ?あ、でもワリオ取るならいいか。ワリオ取るなら全然問題ないっすよ。あ、でもこれ、ワリオの後ろついてるから、ずっと追いかけ回すような形になっちゃうんだよな、と思ったら、左、右下。あれ?誰かピーチ近かったな。うわ、やべえ。あの、ハプニングって何なんだよ。ハプニング。ハプニングマス。おお、やべえ、やべえ、やべえ。コインスターが近いな。うい !7。ピーチ。あ、これピーチ絶対スター取るやろ。いや、むしろピーチスター取ってくれてもいいか。ピーチがスター取って、多分、スターの位置が、ここに来るわけよね。で、その後俺たちが行って、終わり、みたいな。スター取っちゃうよ、みたいなね。わあ、もうめっちゃいいやん。わあ、めっちゃいいやん。もうスター絶対取るやん。わおわおお、ハプニング来た。方向が入れ替わるんや。そういうことか。の割にはハプニングちょっと少なすぎるけどな。マスとして。もう少し多くてもいいような気がするけど。はい、3対1。3対1面白くねえんだよな。うわ、ハッピーフラワー来たー。クソゲー、クソゲー。もう、ピーチ独壇場。もうこれカットですな。これ完全にカットですな。もうピーチが上でコインを取るだけというゲームですよ。完全カットやな。落ちてこんもん、こんなん。はい。クソゲーやったな。クソゲーやったな、この。ハッピーフラワー、マジクソゲーやな。見てくださいよ。2、1、32、3。32。やばいな。ハッピーフラワーやべえな、マジで。あと3ターン。これ、どっちに飛ぶかでまた変わるぞ。ピーチ。うる、あっち、来た。これ、右向いとうね。ということは?ということは?お、来たぞ!うわぁ!あぁ!先行っちゃった。先行っちゃったなぁ。これ、テレサ使ってさ、ピッチ取るか?ピッチに取るか?ピッチに取っても面白くないな。これはもう、びっくりマークないか。びっくりマークないか。うわー、これピーチ絶対取るやん。だってあと1マスやもん。あ。よし。あ、よし、右に行くんか。よし、右に行ってもな。てか、クッパーはこれどうやって行くんやろ。クッパーマス、行く、
行くルートがないんだけど、さっきからぐるぐる回りよけど、この兵法でしかこのクッパーマスには行けんのかな。うわー、やばいやばい。でもこれ、あー、コインスターがあるなら、まあ今回勝てるやろ。ハンディ戦で初勝ち来ちゃう。どこだ、いやあれ、あ、ランダムなんか、完全にランダムか。お、それはいいな。あ、クレクレクレ以外ね。あ、ジュラシックパックも、3対1のゲームって基本めちゃくちゃ面白くねえんだけど、マジで。どうしようもない、絶対勝てんやん。これ前回もな、見したと思うけど、絶対勝てんやん。これヒットドロップするだけやん。ワリオとピーチいじめるやん、上で。わあ、もうダメやん、これ。マジで頑張って。頑張れ。パクン。もうちょい大きくならんの、お前。これ何をしようの、実際。ほら、頑張れ。ほら、パクン。パクン頑張れ。ほら、もうちょっと大きくなってもいいんだぜ。ほら、あ、今。ほら、雨。絶対追いつけんくなるぐらいのさ、この加速を見せてほしいな、俺に。おー、今なんでさ、あ、もうこれ無理やん、絶対無理やん。これ絶対無理やん、もう絶対無理やん、これ。なんこれ。だって邪魔してないもんね、基本的に。とか、よし、やべえわ、よし、やべえ。コイン何枚？コイン？わお。けど、コインスター俺間違いないと思うけどな。さすがに買ってやろう。お、これワリオ？もしかして？スター取っちゃう？あ、スター取ってもいいけどね。あ、取ってくれた方が嬉しいな。取って俺のとこ来てほしいな。わえー。あ、これキノコ？これ、な、チャンスタイム。うーはー。最後らへんの毒キノコはマジクソ。クソゲ。2かいっぱい。うわ、3、ゴミ。なんで俺だけ、チャンスタイム。わあ、なんもねえじゃん。あ、これクッパのとこ行っちゃう？この方向は。行かないね。全然行かないじゃん。おわあ、よっしーね。よっしーね。次20枚。やばいぞ。コインスター近いぞ。コインスターが近いぞ、めっちゃ。左上、これクッパのとこじゃないんだよ。クッパのとこどうやって行くんだよ。のとこどうやって行くんだよ、これ。うわ、危ねえ。これ、テレサやったら完全に終わっとったな。ゲーム終了やったな。おはようございます。さあ、あ、出たー。なんか同じのばっかりだよな。クッパ100面相。あれなんかね、ミニゲームやっぱ少ないかな。100点満点目指したよね、1回でいて。俺は右上ね。俺右上だな。まず、この鼻を。この、うわ、おぉ、クッパー。ブサイクやなー。どんな感じ？ね、もうちょっと、左を、あれ？あ、これ以上いかんのか？じゃあ鼻の位置が違うんか。鼻が、ドット的に、いや、眉毛がちょっと違うか。こんなもんか？こんなもんじゃね？ひったくね、これ。99点やば!99 点やばドット的にだから多分これも99点とかなったらもうあと1ドットぐらいしか変わらんのじゃないかな。175やば。これもうマリオパーティーやめようかな。これもね、逆転要素があんまないんだよな。チャンスタイムぐらいですか。うわ、もうほら、もうなんだよ。うわ、ピーチやべえぞ。ピーチやばくねえか。ヨッシーの方がやべえか。あ、ヨッシーの方がやべえな。で、よし、これ右やろ？右行って、キノピオ行かない。キノピオ行かない。はい、どんまい。わお！はい、これもうこれで終わりやな。だってこれ、ね、大砲右やもんね。なんかこれクッパーのとこ何なんだ？クッパーのところと誰も行かないの？おそらく、兵法の、平方方向でしか行けないと思うよね。また3分の1。3分の1面白くないんだよな。綱引きデンジャラス。これはね、回すだけやった気がする。
これ回すだけやん、確か。A と B 連打やったっけ。あ、回すね。回すね。よし、来たー、勝ったー。ふぅー。これはね、これはいい。このゲームはいいね。ちゃんとね、こう、両方がね、勝つか負けるかのね、攻め際のところだっけ。ただ痛いわー。めっちゃ痛いわー。マイナス15やば。はい、で、これで終わりやろ。お、短い。今回めっちゃ短い。それでは全ての、ターンが終わりました。はい、スターはピーチが6個で、マリオが10186。はい、まずはゲームスター。ゲームスターはヨッシーです。ヨッシーか、やばいな。これでヨッシー6枚だろ。でコインスターは俺やろ。絶対俺やろ。よし、でこのハプニングなんだよな。このハプニング悪いよ。ハプニング悪いよ、マジで。このハプニングで全てが決まる。もうね、俺何もしないけどね、実際。ハプニングー、ピーチャー、もう絶対無理やん。お前、そんな踏んだんか。お前、そんな踏んだんか。もう完全に、もう完全にこれね、ハンディつけたら、これ勝てんわ。ハンディ、まあ、つけるとしても、10ターンやな。10ターンつけての35ターンやったらいけるな。だから、35の25ターンのやつは無理だな、これは。残り10ターンで反撃出ようと思ったら、マジもう超運がいるな。今回めっちゃ超運が良かったんだけどね。最初から星5個あったし。これはちょっと勝てませんわ。マジで。ちょっと、このハンディ戦やめようかな。思った以上にこのマリオパーティー何もできんわ。何もできんわ、マジで。もうちょっとこう、なんだろう、すごろくというか、まあ自分の力で勝っていくような感じかと思ったら全然勝てんな、ペイチ。ちょっとこ次やるときルール変えちゃおうかな、さすがに。勝てんわ。見てん、このマリオの186。スター何個変えるの。はい。めっちゃ止まる。この星スターは何に使うかさっぱりわかんない。ちょっと待てよ、マジで。なんか他にさ、見るか。別の遊び方をね。あれ？マリオなんかすげえ変な顔してる。あれ、マスのあれが見えんやったじゃん。なんだよ。これね、まあ、ここはさ、これ見たかったんですけど、マップで、ね、ここやった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 、やってない、ルイージのエンジンルーズム、謎のエンジンをスターの力で蘇らせてください。マリオのレインボーキャッスル、綺麗な虹をスターの力で作り出してください。これぐらいしかないか。なんかこれマップ全部やったら出るみたいな、そんな感じじゃないもんな、今回のやつ。あと遊べるとしたら、これなんだよな、ミニゲームアイランド。ちょっとミニゲームアイランド、ちょっと次回やっていこうかな。もう普通にハンディ戦とかじゃなくて、もうこれで、これが終わったら、今度マリオパーティー2ね、やっていこうかな、みたいな。まあ次回、このマリオパーティーが終わってマリオパーティー2するかはどうかわからんけど、とりあえず、このミニゲームアイランドが終わって、マリオパーティーを終わらそうかなと思っておりますんでね。次回からはマリオミニゲームアイランド、行ってきます。いや、ハンディ戦勝てんな。マジ勝てんのやけど、全然勝てる気ないもんな。残り10ターン無理やな。